はい、それでは拷門の会の内容編やっていきたいと思います。拷、え、門、ー、の会には、まあ、大きく2人の、ね、登場人物が出てきまして、洪武と劉鳳という2人です。この2人は反新軍ですね、新という、ね、あの国あ、軍をやっつけるために組まれた同盟、まあ、2人、ね、仲間だったわけですね。で一方は40万の兵、一方は10万の兵ということで、洪武の方がやはり強い軍を率いていたというところになります。そういう関係性の2人だったということですね。 はい、で上からねえ皇が攻め下から劉鵬がこうやって攻めていったわけですけれどもコウという人物は40万の兵がいたのとあとは性格的な面で、まあ、何でもかんでも戦っていったっていうことで、まあ、兵力と、ね、時間がかかったってことなんですね。一方劉鵬は人々に取り入るのが上手なので怪獣していって、ね、時間がかからずにいろんなところを制圧することができたわけです。で一足先に ねえ、漢、秦軍ですから、秦のね、えー、都である関陽という場所について、ねここで秦軍を撃破します。秦軍のあの都をこれで制圧することができたわけなんですね。うん。でこの後なんですけれども、あの秦のね、秦軍がこうなんていうのかな。 あの、行っていた政治っていうのがあまり良くなくて、非常に圧勢で人々が苦しんでいたわけです。で、そこで新しく、あの、現れた劉邦という人物は本当にシンプルな、あの、法律を作って、人を殺せば死罪盗みと、えっ、ー、と障害、あの、人を傷つけたりするのは、まあ、処罰しますよっていう、そんなシンプルな、あ、ものだけを作って、あの。 なななんててていいいううのかこ人々を解放したっっ感じになっていますそしたらやっぱり人気が出るわけですね。あすごいリーダーがやってきたみたいなところで負けたけど嬉しいみたいな感じで、まあ、非常に民が盛り上がったわけですね。でその中でですねその様子を見ていた、まあ、あの特に名もない、ねえー、人がですね、えー、幸運をやっつけて主になってしまいましょうってそそのかすわけですね。で今の、ね、熱気を見ているとあの民はね絶対期待してますよという感じで言うわけですね。であの きっとこの後、えー、幸運がね、えー、この後追いついてきて、あのー、ここにたどり着いたとしたら、あなたのね、えー、王様になる地位とかだって、絶対怪しいですよ、みたいな感じでね、言うわけですよ。で、それでそんなもんなのかな、ということで、まあ、その気になってしまって、とりあえずやってみるか、というね、えーまあ、感じになってしまうわけですね。はい。で、まあ、その話がですね、まあ、軍の中に回っていくわけですけれども、はい、そこで総務省という男がですね、劉、まあ、はきっと、 40万対10万の兵ですから、ね、降雨に負けるだろうということで、寝返って降雨に取り入ろうとするわけですね。はい。軍から抜けていきます。で、この後なんですけれども、まあ、その気になってしまって、ね、韓国間というね、赤をこうせき止めるわけですよ。まあ、それにね、えー、怒ったのが降雨だったわけです。まあ、一気にね、この韓国間という場所を突破していくわけですけれども、まあ、非常に怒るわけですよね。うん。で、まあ、あの、この、 なんでこれも本当はねあの要所としてね「あの席って書いてあるぐらいですから簡単に突破されちゃいけないんだろうけれどもこの2人もともと同盟というのがありましたんで同盟として戦うっていうのがね兵としてもこう気後れするところがあってまああのあんまり乗り切れなかったっていうのも原因として挙げられるんじゃないかなっていうことです。まあ、とにかくですね簡単にこう突破してしまって、まあ、あの2人はちょっとこうあんまりいい状態じゃなくなって険悪な感じになっていくわけですよ。 でそんなところで総務省という人物が、ね、告げ口をしに行ったわけですよ。劉邦の軍から抜けて、公、えー、運にですね、まあ、直接ではないんですけれども、ね、劉邦は王になろうとしてますよという告げ口をする、うん。財宝も独り占めしていますということで、ね、さらにこれで怒りが増幅していくわけですね。っ怒っちゃうわけですよ。うん。はい。で、えーまあ、こういう密告があって、 えーまあ、半蔵というね軍師がいるわけですけども、まあ、そんなところで話し合いを続けていくという感じなんです、まあ、ただですね密告の情報が嘘なんだけれどもこのあとですね、えー、この,あの劉鳳という人物の性格を考えると、まあ、放っておけないでしょうということで、ね、早いうちに劉鳳を撃った方がいいというのがこれ半蔵の考え方だったんですね、まあ、とにかく今ね公う、えー、も起こってますから、ね、じゃあそのまま撃ってしまおうという感じになっているわけですね はい、でこの根拠として挙げられたのがこのもともとですねこういった性格のね流法ですからね宝に手を出さないなんておかしいと何か考えてるに違いないっていうのがこの半蔵の考え方だったんですね。はい、でとにかくここですよね流法を必ず打ってくださいという感じになっています、まあ、当然ここではねあのそうだろうねっていうことでまあ怒ってますから納得してったわけです。はい、そこで現れたのが この,のこの、えー、この紅白,紅白という人物が劉邦軍の、ね、軍師にあの仲が良くてですね、えー、長領という人物ですね、えー、仲が良くて、まあ、あのその命の,、ね、あの危険がさらされているということを教えてくれたんですね。で幸運はあなたをね撃とうとしてますよということなんで、まあ、とにかくねそれはまずいから謝りに行こうというそんなような話になっていきます。 謝りに行く前にね、話伝えておいてくださいねみたいな流れがあって、で、えー、紅白という人物が幸運、えー、に対してね、ね、えー、まあ龍宝、龍鳳は幸運に逆らうようなことはしないよとね、ね、えー、宝物庫の宝も手出してないのはあなたのためですみたいなことを言ってね、ね、韓国官を締め出したのは、こいつよね、うまいこと言いましたね、盗賊から宝物を守るため、うん。で、えー、まあ、将軍を待っていたんですよということを言うわけですよ。はい そういった時にねそれを追加して直々に謝りに来るそうなんでね。ここで打つのは不義に当たるんじゃないですか。ということを説得してくれたのが、この叔父の紅白という人物です。で、そこで降雨がまた怒ってたんだけども、まあ、確かにその通りだからね。劉邦を打つのはここで一回中止しようという感じになるわけですよ。で、ただ、半蔵という人物は先ほども言った通り、劉邦を結構買ってますからね。えー、まあ、今のうちにね。謝りに来たらちょうどいいじゃないかと。 ね、殺しましょうというふうに言うわけですけどもまあ、うん、どっちもねいろいろ考えはあったんだけどもとりあえず返事をするっていうのがこの孔の今の状況だったってことですね。はい、でここからがあの本文の内容になっていくわけですけれどもねっ、まあ、一緒に真を攻めましたねというところですよね。でつまらない者が仲違いをさせようとしてるんですってことを言っていてでここでね劉邦は知らなかったんだけども。 これですよね、総務省というものがね、えー、チクってきたんだと、密告してきたんだよってことを教えるわけですよ。まあ、りほも知らなかったと思うんですけれども、そういうやつがいるんだということで、ね、総務省というものが余計なことですよね、こういう密告がなければ、ね、私はこんなことをするわけがないということで、ね、りほを疑って、一気にまあ撃破しようなんて、そういう気にはならないでしょうということを言ったわけですね。うんでまあ、そううかということいこで、 あの申し訳なかったということで2人は一応和解するわけですけれどもじゃあねその時に「じゃあ和解です」って言って終わるんじゃなくてまああの一緒にねご飯でも食べようということでお酒を飲んだりとかっていう会が開かれたわけですね。これが肛門の会」という内容になっていきます。で拷門の会というのはその食事会の内容のねところで起きた出来事について書かれているわけですがこういうふうにねあの会場図とすると「上座」やっぱ謝罪の会ですから。 偉い席には光雨と紅白というね光雨軍のリーダーが座ったりするわけですねで、えー、この劉鳳軍に関してはあの入ることを許されたのがたった2人だけなんですねでさっきも言った通りこの2人は、ね、仲のいい友達ですから、まあ、そういった関係もあってですねあのこの人のが助けてくれたねあのおかげ言ってくれたおかげで劉鳳にも知れ渡って謝ることができたっていうそんなような流れになっています、はい、でえっ、ー、と まあさっきも言った通りなんですけども半蔵はねえ劉邦を殺してほしいっていうところがありましたのでここですよね玉血というねえー、まあこれを見せるから決断しなさいとねこれが出た時には劉邦を殺せの合図ですよってことを皇うに言っていたわけですね。うん、でいよいよですねその合図を出すわけですけれどもねあの今回のことは本当に良くなかったということで卑屈な態度をとって劉邦をね マチエタ、これ康うですね。はい、康う、康流芳は康うをおだてあげたんですよ。うん、そしたら康うはですね、まあ、殺す気がなくなっちゃうわけですね。ちゃんとこういう風にあの気分を上げてくれる人物ですから、うん、ね、えそんな感じで、もうちょっと殺す気なくなっちゃって、半蔵はどうしてこいつのことをそんなに嫌うのかなみたいな感じで思ってるわけですよ。じゃあこれじゃダメだっていうことで、半蔵が連れてきたのが高僧という人物です。で、高僧という人物はですね。 まあこれ、あの、宴の場所に剣を持って現れるっていうのは、もう怪しくてしょうがないわけですけれども、これは余興ですということで、剣をね、使って、踊ってもいいですかっていうことを言うわけですよ。まあみんなオッケーだよってことになったんで、剣舞を披露し,ろしようとするわけですけれども、ここで気づいたのが紅白という人物です。これはちょっと危ないということで、ね、構想が踊りを始めた時に、私も付き合いましょうということで、ね、まあ、 いろんなね剣舞をしていくわけですがこれでね劉邦を殺そうとするところを必死に、まあ、紅白が守ってくれたっていうそんなような話ですね。はい、でこのあとですねまたあの劉邦軍の助っ人が現れたりとかしてこの回はねなんとかこう終わっていくわけなんですけれども大体ここら辺までがね「拷門の会という内容になるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、とりあえず今回はここまでということにしたいと思います。それではですねテスト勉強頑張ってください。